ようこそ MS スタジオの M マニオ。さあ開演だ。さあ今日は花火企画とかでたまに登場する家の庭にやってきましたけれども、今何時ですか？8時50分ぐらい。8時50分ぐらい。霜降りて気温がマイナス1度くらい。寒い。息が寒いってレベルじゃないから早く終わらせましょう。今回はだるまさんが笑った。うしゃ、手冷た。かじかんでるもん。はい、だるまさんが転んだというゲームがあるじゃないですか。モニョンがそれをちゃちゃっとアレンジしちゃいましたので、やっていきたいと思います。デモプレイしながらルールを説明していきますよ。鬼はこの木の位置から飛びたい。だるまさんが笑ったで掛け声をしてください。離れたところからスタートして、だるまはじめの一歩、それからだるまさんが笑ったで、鬼こっちを向いたら30秒静止しないといけない。なんか鬼が30秒測って、まず30秒ずっとしなきゃいけない。中継地点真ん中ぐらいのところにレンガを用意しました。スタート地点からこのレンガまではただ30秒間静止すればいい。レンガから鬼の地区より、レンガより鬼の近くになったら、鬼はその止まっている30秒の間、触らない範囲で、ね、レンガとか、一発ギャグとかで全力で笑かしに来てください。はい、ちょっと試しにやってみて。だるまさんが笑った。さあ行ってみよう。どっちが先にだるまになるか、じゃんけんで決めましょう。だるまじゃんけん、じゃんけんぽい。じゃあ勝った M が決めていいですよ。じゃあ先だるまやろうか。先だるまやる。はい、じゃあ先4人になります。じゃあスタート地点に行ってください。じゃあ初めの一歩。結構来たな。はい、だるまさんが笑った。シュールだな。だるまさんが笑った。超えたな。笑っても怒っても負けですからね。だるまさんが笑った。いいにしてやろう。鬼のミスだから。鬼のミスだから。だるまさんが笑った。前回とちょっとご用意ですけど、まあいいか。せーだるまさんが。ということで、M クリア。じゃあ交代30秒。僕みたいに測り忘れないように。はじめの一歩。結構動いてんな。だるまさんが笑った。だるまさんが笑った。止めにくい姿勢でようやるわ。
だるまさんが笑った。遠くだけね。あれ？だるまさんが笑った。どこ行くの？だるまさんが笑った。お、半分超えた。だるまさんが笑った。だるまさんが笑った。2024年度もう今後一生見られない。いて何年かぶりの。いや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 くそということで、これが多分日本一、いや世界一シュールなだるまさんが転んだの発生だった。だるまさんが笑った。 M 笑わせるの下手すぎた。はい、というわけでだるまさんが笑ったでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 SNS はこちら概要欄から。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバイ。あー